今回はソリに乗ったサンタを降りたいと思います。15センチ15センチの緑1枚、茶色2枚、赤1枚、4分の1の大きさの白1枚、15ミリのシールを4枚、トナカイとサンタの鼻に使う赤いシール8ミリ、白いシール2枚を用意してみてください。他にマジック、のりを使います。はじめにサンタクロースを折ります。裏に返して三角。広げ。反対に三角。広げ、縦の中心に両方の角を折ります。広げて角をこちらに合わせます。右の角もこの線に合わせます。一つ目の両脇の線から三角に下ろしてきます。今できた三角を半分に折り上げます。広げて、この小さな三角を半分に折ります。できた三角をまた半分に折ります。この線で戻します。こちらの下の角を上に持ち上げます。この辺に上の頂点を下ろします。裏に返して右と左を4ミリぐらい折ってみてください。反対側も同じように折ってみてください。2本目の線で折ります。この角を折り上げます。その時にここに直角になるように折ってみてください。この縦の線で折ります。反対側もこの1本2本目で折ります。
この角を垂直になるように折ってみてください。こちらの線で折ります。反対に返して、この線が見えないように裏に折ります。サンタの原型ができました。ここに15ミリのシールを両面から貼るんですが、一つ目は中に少し差し込みます。それを裏から貼り付けます。同じように反対の手もここに少し差し込んで、反対から貼るようにしてサンタさんの手ができます。次に目を描きます。サンタさんが優しい目をするように赤い花をつけて、次にサンタのお帽子のシールで先ほどと同じように両面からつけてあげてください。サンタの出来上がりです。続いてトナカイを折ります。裏を見て三角に広げて、もう一度三角に広げて、中心に下の角を折り上げます。できた三角を半分に折ります。この1本目と2本目半分のところから折り返します。裏返しし、三角を折り返します。この線で2つ折りします。こちらの中央線で折ります。指を入れて広げます。裏に返し、こちらの中央の線で折り返します。広げます。
裏に返してこの中央線で折ります。こちらも中央線で折ります。戻し、1枚を持ち上げ、この部分と上と下を入れ替えます。こちらもこの部分と中のこの部分を入れ替えます。裏に返して三角を折り下げます。裏返しし、この辺にこちらを合わせて折ります。反対側もこの中心に持っていきます。このできた小さな三角形を外側に折り返します。こちらも外側に折り返していきます。角の部分ですが、一旦外側に折り、内側に返します。同じく反対側も、一旦外側に折り、内側に返します。表に返し、この中心で折ります。表に返し、この白い角と先を折ります。反対側もこの白い角と先を折ります。折った部分をここにしまいます。裏に返し、先端を折り上げます。この時に糊でしっかり、こちらの部分と、こちらの部分、折り返した部分に糊付けをします。小さく折って硬くなった部分に糊をつけて、押さえます。トナカイの目を描き、
赤い8ミリのシールを赤鼻のトナカイさんシールを貼り、出来上がりです。このトナカイをもう一頭持って二頭でソリを引いてみる。続きまして、サンタのプレゼントを入れる袋を折ります。四角、広げて四角で座布団折りをしてみてください。3つの角を軽く1センチぐらい折り返してください。裏に返して出来上がりです。続いてソリを折ります。裏返しし、四角く半分に折ります。広げて、また半分に折ります。広げ、中心線に向かって折ります。上の辺を少し折り返します。こちらの部分を下まで下ろしてみてください。今折ったのと入れ替えて、裏に返し中心線に両脇を折ります。こちらを広げます。広げるときにこの角がこの線のところに当たるように折ってみてください。こちらもこの角がこの線に当たるように折ってみてください。上の部分を折り下げます。表を返してソリができました。ソリと袋とサンタさん、トナカイさんを組み立てていきます。はじめにサンタをソリに乗せます。この時に後ろに糊をつけ、真ん中に乗せてあげてください。少しこちらの方がいいかな。両方にトナカイさんがソリを引っ張っているように。袋をサンタさんが背負っているかのように組み立てて出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと
なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが、手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容は、ホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。